こんにちは、吉田さん。あの、例のやつの話をする時が来たと思いますんで、例のやつの話をしましょう。例のやつっていうビジネスモデルがありました。これはネットワークビジネス形式で会員を広げていくものなんですけども、その収益の一つとなっているのが、この化粧品なんですよね。この化粧品、今でも入手することが可能なんですけども、例のやつの会員になったら、この化粧品を買って、それを人に売って、その利益でもって、 自分が儲けてていいくっていうスタイルなんですよね何や普通じゃないかって思うじゃないですかもう一つサービスがあるんですよこの化粧品を買うためにポイントをまず買うんですよポイントを10万円分買うと14万ポイント付与されるんですよねつまりこの化粧品が14万円分買えるんですよ4万円分得するんですよで14万円で仕入れた化粧品をあとは損が出ないように自分の力量で売っていけばいいんですよね もちろん利益を出すように売ってもいいしあんまり売れなければ赤字覚悟で売り飛ばしてもいいと思いますさあもう一つ大事なことがあります化粧品を買うためのポイントをまず買います10万円で14万円分買います化粧品全く売らなくてもある手続きをすると14万ポイントが14万円という現金に変わって口座に振り込まれるんですよね例のやつこんな感じのビジネスモデルです 多くの方はあ売らなくても金になるんだじゃあまず10万円買って14万円下ろそうみたいに思います100万円買って100万140万下ろそうと思うわけですよ200万300万場合によっては500万1000万っていう方がねいるかもしれません借金してお金を作ってよし1000万だぞ1400万だぞ1000万返したぞ400万残ったぞこんな形で進めた人もいると思います 当然私もそんなこと思いつきましたけども私がやったのは自分の力量に応じた商品のポイントを購入して化粧品を買って化粧品を売って化粧品の利益をちゃんと出していくでそしてわずかながら残ったポイントも現金に変えるみたいな両面でやってたわけですよつまり私は商品を販売することを怠らなかったんですよねもう一つはこんなビジネスモデルですよっていうふうに新規の会員さんを募るつまり会社の規模を広げることも 怠らなかったんですよプラスサポートは未だにやってます2019年にポイントを現金に変えるっていうサービスは終了しましたそうなるとですね現金に変わることを見込んでいや私はねいや別に化粧品仕入れて売ればいいじゃんって話だったんですよ私はこの化粧品を近所の人に売ってきましたからこの何,何年間も毎月毎月もう近所のおばあちゃんとかおじいちゃんに売ってきたわけですよまあ主におばあちゃんですけどね 一本二万円で売ってました。一万九千八百円で。仕入れ値が大体一万三千円なんですよで。ちゃんと利益取れますよね。うん、で売れる力量だけ売ってきたし。万が一、現金に変えるというサービスが止まっても大丈夫なように。自分の資金を調整してきました。つまり余剰資金です。そのこともずっと。毎月の動画放送で教育してきました。余剰資金でやること。そして。この例のやつって会社はたかだか中小企業だから。未来英語の仕組みでもないと。 倒産破産破当然あるよと。だからリスクを考えて借金買ってドーンといくんじゃなくて少しずつやっていきましょうとさああれから数年経って私例のやつの話をしなくなりましたけどもそれは現金に変えるというサービスが終わったから一定の混乱があったからですよね中には訴訟を起こした方もいますけども何ら会社としてはとがめ,められるとこはなかったわけなんですよ 私も不必にあおることはせずにきちんとビジネスモデルをお伝えした後に契約をしてもらいましたですんで私としても落ち度はなかったんですけどもやっぱりね一部の方というより大半の方は私に事実を隠して勝手に数百万というポイントを買ってそのポイントが焦げ付いた状態なんですよでも私はいまだにこの化粧品を仕入れて売ってます現金には変わらなくなったけどもそんなことはね痛くもかゆくもないですこれ仕入れて売ればいいんで利益生まれるじゃないですか 特別なことやってます特別じゃないですよ普通の商売です八百屋さんや魚屋さんが野菜を仕入れてきて店頭に並べて「いらっしゃいいらっしゃい」ってやるのと同じように売っているわけなんですよだから商売をずっとやってるだけなんですよねですんで私としては別に利益が欠損したわけでもないですし何か大損したわけでもないんですよねで何年もやってますからリピーターもつかめていますし商品を売る力は出てるわけですよ商品に対する信頼もありますでですんでこれからも 私は売り続けると思いますすね、まあ、そんんなな感じなんですよだからビジネスをやっていくとビジネスができるようになるしビジネスをやってないとビジネスができないようになるんですよ。であの利根川さんの例でエリートコースの話しましたけども私ねお医者さんの一生ってのを何人か見てきたんですけども小学生の頃から眼鏡をかけて勉強して成績優秀で将来は医者になるんだっていうふうに言ったり周りから思われたりするんですよね。で、中学高校も当然 私たちとは違うような進学コースに行って気がついたらあいつ医者になったらしいですえ本当かよみたいなことになるわけですよねで私が麻雀店を経営してると余暇でドクターがあの研修医さんがね麻雀に来る例があったんで聞いてみたんですけども研修医である間インターンである間はあのバイトがあるんだって言ってました週末に1日か2日バイトがあってそのバイト量が一発で4万出るらしいんですよ、ね、だからどうしてもそこに入りたいとで週に2回入ると8万で それを週に4回5回繰り返すとすでにもうねサラリーマンの手取り以上のバイト料はもらえるらしいんですよただむちゃくちゃ大変なんでとても毎週入れないって言ってましたけどねでも人生としてのコースはだいぶ変わってきますよね二十歳前後にしてでも何も考えずにドッジボールをやったりカードゲームをやったり恋愛に講じたりとかね宿題をサボったりとかする大半の人とは違ってもうね小学生の頃から 医者になるためのルート以外はほとんど諦めて進んできてるのがドクターの道なんですよ。で、余力ができていったらだん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 自分でもレジャーをね、楽しんでいく。で、二十歳前後になったら特別な仕事はやるんだけども、ほとんど他の二十歳と生活環境変わんないんですよ。たまにマージャンに来るし、釣りにも行くし、ドライブにも行くし、デートもするしみたいなね。合コンも行くし、そんな感じなんですよ。だから、若い頃に コースは違っっても、20歳ぐららいになったらね、やっぱりね似ている部分が多くなってくるぐらいの力量を兼ね備えてくるんでしょうね。特別なコースも作りながらでもほとんどの人と同じ生活環境も共にするみたいなねで。そうやって人生ってだん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 こう変わっていくと思いますけども確実に言えるのがやっぱ10代の頃にやりたいことをやっぱ多少我慢してきたってことですね。医者になるためにいや今は我慢だっていうふうにね背負いたってことです。だから、 あの、話の合わない話題とかも、やっぱ当然あるんですよ。多くの方が。知っていることとか、やってきたことを。やってない、知ってないってこともあるんですよね。ある意味。その人生の一定の時間を。医者という道に捧げて。そこに。放り込んだんで、そのリターンが返ってきてるっていう話だと思うんですよ。そのリターンが、大体三十代とか四十代で、一個だて買って一千万の貯金、二千万の貯金があるみたいなね。信用もついて。いくってことだと思いますけども、でも、医者って、一生医者なんですよね。 元医師とか言って言われるんですよ、辞めても。で、お医者さんが辞めて転職先ってこれほとんどないらしいですね。じゃあガソリンスタンドに勤めるんですかとコンビニに勤めるんですかなかなか選択できないらしいです。営業行くんですか一般会社行くんですかと保険会社行くんですかなかなかないらしいです。医者は辞めてもやっぱりどっかで医者をやるということらしいんですよ。で、医者の世界は広いようで小さいので、 あいつどこどこの何々ってところに行ったらしいぜってすぐに情報回るんですよね日本全国だから非常に広いようで狭い世界だっていうふうに言われてましたねあとはねやっっぱ派閥がすすすごくあたたりとかするみたいで,す、うん、でそういうのを全部かみ殺して自分の人生を作っていく金を残していくっていうことで考えるとまさに人生を金に変えてるというふうに言えるんじゃないかなと思うんですよ。 それに引き換え嫌なことを避けて何もせずにいつか俺もみたいな感じでね自分の大器晩成を信じてる人の人生ってやっぱり最後には命を張らないと取り戻せないとこまで来ちゃうのかなと思いますよねでも実際命かけなくたってあの私も40過ぎてねネットビジネスやって全部取り戻せるわけですよ、うん、今から取り戻せるかどうか分かりませんよ、うん、でもも、少なくとも その例のやつのビジネスに飛びついた方が本当にその時こんなチャンスを手にしたのに何もせずに何年も過ごしていて青ぐぜにを期待していたら今はやっぱり振り出しに戻るようになっちゃったんじゃないかなと思います今度はねこの例のやつのビジネスは NFT に特化したビジネスがスタートしてすでにナルト美術館とタイアップしてですね NFT 美術館として再スタートしてでこの前 NHK にも取り上げられましたというところで例のやつのビジネスは とととんででもなないここころにね、これから伸びそうだなってところです。ただし途中で例のやつで依存して脱落しなかった人だけがつかめる栄光じゃないかなと思いますやっぱねビジネスに関してはサボればサボらざるを得ないような人生に巻き込まれていくしやればできる人生に進んでいけるんじゃないかなと思いますじゃあ例のやつでした